の新型ウィストローム 250SX についてお話しするのだ。新型ウィストローム 250SX なんと50万円台で登場するのだ。嬉しいのだ。しかも鈴木 250cc ツーリングバイクとしてはウィストローム250と2台体制になるのだ。そしてこの新型ウィストローム 250SX は2023年の8月24日に発売されたのだ。日本仕様は車名がウィストローム SX ではなくウィストローム 250SX となったのだ。このウィストローム 250SX は荒れた道での走行を想定してベースとなる車両からスイングアームを延長し、前後サスペンションのセッティングも専用のものとしてラフロードを意識しているのだ。そのため既存のウィストローム250との大きな違いがあるのだ。また SX の S はスポーツ、 X はクロスオーバーを意味しているのだ。排気量 249cc のエンジンはジグサー250やジグサー SF250 と同じリレー SOHC4 バルブ短気筒なのだ。オンロード、オフロードを問わずスポーティな走りが楽しめることが予想できるのだ。その上で車両重量も 164kg と軽量なので走りには期待が高まるばかりなのだ。その他にもスズキイージースタートシステムや USB ソケット、ウィンドスクリーン、ナックルカバー、フットレストラバー、アルミ製リアキャリアなどが標準装備なのだ。そして新型 ウィストローム 250SX のカラーバリエーションは3色が展開されるのだ。まずは ウィストロームシリーズの定番というか、スズキオフロードの象徴とも言うべきイエローなのだ。その他にもオレンジとブラックをラインアップしているのだ。そして気になる新型 ウィストローム 250SX の価格はなんと56万9800円なのだ。マジか、これはかなりお買い得感あるかも。なのだ。既存の大人気モデルウィストローム250が64万6800円だからやばいのだ。77,000円も安い SX ということで SX と無印、気になるこの2台の違いをちょっと比較してみるのだ。まずはサイズ、赤文字が大きいのだ。車重は SX が 27kg も軽いのだ。SX が油冷短気筒、無印が水冷2気筒、エンジン特性が違うのだ。無印はタンク容量が17リットルもあるので無給油で 500km 以上走れるのだ。 SX はフロントホイール径が19インチ、オフ車寄りなのだ。無印はセンスタがついていてメンテに便利なのだ。SX はキアカクロの3色、無印はキアカブロ銀の4色展開なのだ。比較結果、 SX はエンジンとフレームをジグサー 250SF と共有し、無印はエンジンとフレームを GSX250R と共有なのだ。 SX はオフ寄りのキャラなので未舗装路でも問題なし、無印はリラックスできるライポジでロングツーリングでも疲れにくい特性なのだ。どちらのもとてもコスパの良いバイクなので、スズキン補給車はスズキワールドへ行ってまたがってみるのだ。ご視聴ありがとうございましたなのだ。